フロントバンパー外していきます。うん、とりあえずこれ重なってるから、これ邪魔やから、これ絶対、うん、これはちょっともうピンがフルなったら交換した方がいい。これちょっとやりにくいねんけど、上げてもらって、うん、これも一箇所割れてるから、これが3箇所。それでも取れる。これなんていうの、うん、これはカバー、ラジエーターシュラウドかな。こっから空気抜けへんように、冷える、バンパーから入った、このグリルから入った風が、あ、下に行くように、うん、こっちから抜けたら、うん、ラジエーター冷えへんから。で、これ外してもらうんだけど、うん、これ注意点、うん、これ結構パッとつけた時にコーナーになってるとか、うんうん、引っかかっ、あの、ちゃんと奥まで入れるときはきっちり入れてもらうと、このゴムの、ゴムが下になるように入れてもらって、これ、うんうん、でも分かりやすい、ここに合わせてもらうのが分かりやすいかなと思います、うん、で、うん、ここを入れてもらう、うん、で、次に、あの、同じくピンやね、うん、これは後からしよう、うん、さっき、あの、バンパーの取り付けで、まずバンパーの取り付け、うん、これ5ミリ、上5ミリで、これが下ピンで、うん、で、このピンはなんで抜かなあかんかったら、フェンダーライナーこう穴があって後ろ側にバチッと入れて、うんうん、でこのピンで貫通させて、で右と左同じやから、うん、この右側だけで説明して、うん、でこれはもう5ミリで、はい、うん、外してもらって、それはもう分かるけど下のピンが意味分からん、うん、でこの下のピンは、うん、でまだあの下側は説明してないけど、この、うん、とりあえずサイドだけ、このピンはマイナスドライバーに見えて、実は何のフェイクなの？こう抜く、抜く、うん、うん、やっぱりあピン、やっぱりピンですで、うん、まあピンは割れたけど、うん、やっぱり回さんでやつみたいな感じやな。で、これあの引っかかってるだけやから、このフェンダーライナーをこう外してもらったら、これはまあ引っ張った時に取れるから、うん、つけといてもって、まずよく外す前にこの下側、下なんですが、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、下側もこのいつもの定番のピンで、まあ割れたらアマゾンとかで安く買ってくださいってやつね。砂がすごい詰まってるから、うん、車内あんだけ砂あって外ないわけないもんな、うん、こんな感じね、長っ、うん、これは使えるね、うんうん、で、あとこの5ミリ下、うん、向こう側はこのビスも外してるけど、一応4箇所、うん、うん、こっちで言うとこれなんですけど、まあ、うんうん、外してるから見えやすいように、うん、これを下側は4を、こっちも、うん、外しても別にジャッキに上げたりとかもせんでいけるな、うん、いけるいける、ここにあの後ろで言う、うん、あれバチンと、うん、あのはめ込む何箇所かあるから、うん、でこれはこうとこう、バンパーがなんか出っ張ってて、向こうは引っ掛けてバチンって、うん、こんな感じやから、ほんま下に引っ張りながらパンと、下に引っ張りながらパンと、って感じやけど、この、これが、うんうんうん、ちょっと、こんな感じで、下に引っ張ったらパンと。さっき上外せんかったのは、もうこれで外れてるから、うん、今からこれで上を外したら、うん、バンパーが上からバラッと垂れてけへんから。はぁ、あ、うん。さっきこの弱いところのピン。だから要下すってこれが割れとったら、うん、あの何かの拍子にバンと外れたりとか、うん、なんかさ、うん、真ん中2つとここはフェイクってこと、うん、いやこれも止まってるで、うん、全部止まってる。だから、まあ、外さんでとこもあるんかも分からへんけど、これみんな割れてるな。これはまあまたでこいつも止まってるから、あ、まあ、うん、分かったわ、うん、先に取ってんけど、ひょっとしたらこれはグリルと一緒に、このグリルが止まってるから、うん、ほんまは挟んでここは 10? うん、そうそう、最後にこれで、うん、
ピンはあくまでも仮止めって思っとったらいいの？がっつりそれで。うん、そう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 。感じのとこ外すの。あ、これ、うん、もう真ん中これでもないねんな。真ん中で止まってないもんな、下のあれもな。絶対な。なんでなんやろな。半分にとりあえず割ろうかな。右側左側であれちゃん作業するんじゃん。基本的にずれてるよな、ちょっとな。運転席側とか立てる、作る人がで、外す直前にこのマットね、引いてください。傷つかないように。もうバンパー交換って人はいいやろ。バンパー交換する人はもう、地べたに置いてもらってる。なんか作業するからバンパー外すやんな。そう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 。で、やっぱりここは止まった。もうでも取った方がいいやろ。ん？うん、取らない。その横は？いや、これ一緒、あ、これはなんかこことここと、うん、これ外すのが、これ、うん、これ、これで、ここ、これここ、ここでここ、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 うん。なのでなんて言ったらいいの、ちょうど真ん中のこことかは外さなくてもグリルと一緒で、この場合はフォグランプ、フォグランプがウインカーか、ウインカーが、ついたままやから、よいしょ、配線ね。こっち側外れてる、こっち側配線が、これね、これをだからさっき外せるやったら外しとった方が、さっき外す場合はこのフェンダーライト、あ、外して、外して、うん、あ、無理じゃん、このフェンダーライナーを外してもらって、さっき言って、これでも硬いな、硬そうだ。私のミスで動画を消してしまったので、今から消えたところからの説明していきます。だいたい適当につけましょう。で、そう、ちょっともう外して、いろいろ外して直してしまってたので、もう一回ね、再現です、すいませんな。で、こんなバンパー自体は取れて、ここのカプラ抜くとこまでが残ってるんですね。で、このカプラがここやの。だからまあ、ほんまは、このフェンダーライナーを外して、先に抜い取った方が硬いから。そっちの方が、抜きやすいです。めっちゃ硬かった。めっちゃ硬いから。普段ね、硬い硬いって言って取れへん。異常硬いから、で、土が結構。この車で、ね、多かったので、だからまあ、後で抜こうとか、あ、これ抜き忘れたなとか言う人やったら、このやっぱりプライヤーとか、プライヤーとかで、多分そうやって取ってるのから消してしまったので、フェンダーライナーを下げてもらって、下から外した方がいいんだけど、まあ、それでもあかんかったらこのプライヤーとかでグッと握ってもって、砂が入ってるから、ちょっとこう揺さぶりながら砂をちょっと落とす感じで取ってください。そうそう、ジャリッと、結構こう硬いから、上がりにくい。で、ガバッとで、ほんでこのウインカーもう線も外してるから、すいません、まあ、こういういろいろとね、ここにもついてました、ここにもでも、挟んで、どこに泥がついとったか分からへんねんけど、ペリカンで挟んで取れました。いや、ちょっとこれ逆につけて、あ、これ、これは、そうそう、で下から挟んでやったわ、でウインカーランプはまあ押して、これもちょっと硬いから、ちょっとこのフライヤーのこのさっきもそうやけど、この一番ボコッと出てるとこがあるから、ここを押すような感じで、でキュッ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 と棒を抜いてもらったら、はい、あんまり持ちすぎたら、で、あとウインカーは遠ミリやから、遠ミリで1本とりあえず緩めてもらって、それだけやってんな。で、あとこの差し込みが3つあるから、これはね、もう簡単です。押さえて爪で下に押してもらったら、で割れへんように、下にね、手回してもらって、下から落ちるんで、こんな感じで、で、このカバーも簡単に外れました。これも外れないけど、まあこれも、これは、これ爪がこの上に乗ってるから
トヨタ特有のやつやな。押してパチパチこんな感じでやってもらったんで、これもちゃんと爪見て、うん、引っかかってる方を押しても、うん、これは4箇所やね、うん、だからみんな内側に引っかかってるから、うん、こう押してもらったら、グリルとかもそんな感じやんな、うん、グリル、うん、グリルもみんな一緒や、こんな感じ、同じようなね、付き方してるんですよ、うん、これも T 社特有やな、うん、グリルは逆にこう押す引っ掛けが長いから、うん、やりやすい、やりやすいな、こんな感じです、いません、なんかちょっとね、あの、何でもしゃあない、うん、あの、まあこれはそれはこんなこと多々ありますいやでも GoPro で初めてじゃん、撮影して消えとったって、途中までで消えてた、今私が消したんかな、分かれへんねん、全然その分かれへん、じゃあ社長に動画渡そうと思って、いつも見て、だからいらんことしたらあかんなと思いました、あの時いらんことしたんかな、じゃあ社長に渡すからいらんもん消しとこうと思って消してたかもしれへんねん、いや分かれへん、途中の動画を、うん、とりあえずそれいいからさ、フェン、あの、バンパー持ってやん、ちょっと待って、ちょっとぎっくり腰でコルセットを巻いてるからな、うん、巻いてんやったらサクサクっと動かない、動かない、こんな感じです、バンパーとウインカーやんな、フォグじゃないねんな、ウインカーやんな、ウインカー、うん、またあのちょっと見にくい動画になってしまって申し訳ないんですが、見といてくださいチャンネル登録とこれお願いします。